ようございます。ヨネちゃんでございます。現在6時20分9月12日妻の誕生日おめでとう。ということで今日神戸市内をね旅していこうと思います。今日も晴れたね。渋滞回避ハーバーランドの方に向かう。はい、この辺にしてはね結構安い方かな。24時間止めて700円。街の中心街、ここの駐車場に止めてね、今日は1日かけてね歩きでね神戸市内を楽しんでいきたいと思います。神戸ハーバーランドっていうところでね、ここが一大ショッピングセンターになってんだね。今現在ここだから、こっからこっちにポートタワーが見えている。だからこの辺りをポートタワーと、メリケンパーク、それとねこっから、フェリーが出るからね、こちらのフェリーで神戸をね楽しんでみたいと思います。賑やかそうな街だ。いやー綺麗な海だね。こういう風に人工的に作られた海もなかなかいいね。今日はね神戸リゾートクルーズ17時出航。あら運休だ。大丈夫だね。11時出航でね、このメリケンパークから、明石海峡大橋を見たり神戸空港を見たりポートアイランドを見たりとかね、海の上から眺めてみようと思います。多分これなのかな、カモメリアっていうなんかのターミナル駅だね。でその横にポートタワー。さすが貿易の港神戸だね。賑やかだ。神戸メリケンパークホテル、これはなんだ、オカリナ。でこれがまた神戸をね彩るね、ちょっと抽象的な建物で、その脇に出た神戸ポートタワー。久しぶり360度大パノラマ行ってみようか。1900年に作られたこの笠戸丸っていう船でね、2001年現在では250万人を超える日系人が、この日本をね去っていったんだって。移住するために1860年代、ここ神戸にはね勝海舟、坂本龍馬らによって作られた海軍があったんだって。メリケンパーク、開放的な公園。いろんな角度からね神戸ポートタワーを見ているが、とにかくね表情が全部変わってくるね。はい、ここが神戸元町商店街だね。それでずっと続くんだが、それの先にね、神戸の中華街南京町があると。はい、神戸にあるねこの電車のガードはね、この先に三宮駅があると思う。はい、約20分かけてね、今何かと騒がしいね兵庫県庁。おそらく今日9月12日にね斉藤知事が辞任に迫られると思うんでね、斉藤知事のね入庁待ちをしてみよう。今から入る建物は第1号館っていうところがね、正門じゃないんだね。ここ兵庫県庁はこれが1号館って言うんだって。それでその隣に2号館、さらにその隣に3号館があるんだってよ。遠くからの方が分かりやすいね。これが1号館、これが2号館、さらに向こうに3号館。今まで見た中で一番でかい。9時の出勤前でね、なかなかサラリーマンがたくさん歩いている。元町駅、さらにその向こうには三宮駅とつながっている。阪急電車の元町駅、あとは JR の元町駅。こちらの入り口から出るとね中華街が広がっているはず。はい、神戸の中華街にやってきた。156周年になるんだね南京町の中華街。横浜の中華街に比べてね規模は小さいがね、
楽しそうな街だ。こじんまりしててね。ここは一番中心になる南京町広場っていうみたいだね。やっぱね、横浜中華街に比べてちょっと寂しいね。門が朝9時前だとね、どこのお店も全部お休み。食べ歩きしたかったけどね。ラーメンが400円、チャーシュー麺350円、エビシューマイ10個で1000円。比較的お安い値段で食べることができるんだね。プレーンカップ神戸。ここでちょっとゆっくりしてみよっか。このオブジェはなんだ、鯉か魚か、なんだ。やってきたのが神戸港震災メモリアルパークっていうところだ。阪神淡路大震災って1995年、今から、30年前。死傷者数が4万人、被害棟数24万7000棟、世帯数44万5000。当時の写真がいろいろ展示されているね。そうかそうか、これ震災当時をそのまま残してるんだ。うわ、こわ。これが港の護岸だね。そのまんま残してあるね。街路灯なんか、こういう洒落た街路灯だって曲がったまんまだもんね。この港のね、復興に当たって71億円がね、モーターボートの収益金で作られてるんだって。30年前、29年前とはね、全然もう全て作り変えたような感じなんだね。週末のイベントに向けてね、用意が着々と進んでるようだ。この景色が一番綺麗だね、やっぱね。いろいろ見て回ったかね、周り中をね。はい、瀬戸大橋から見たね、特異な建物、これは、神戸海洋博物館だったんだね。はい、大阪のね、通天閣に対して神戸のシンボル的タワーはポートタワー。さて、朝一番のね、港にやってきたが、予約なしで乗れるだろうか。カモメリアターミナルっていうところでね、船のチケットを買うらしいんでね、入ってみようと思う。涼しい。ここかな、チケット売り場ね。はい、予約なしで入れた。 JAF カード提示で30% 割引。はい、11時出発のね、クルージング、30分前に、乗れるということで、これから乗っていく。あ、屋上もあるね。せっかくいい天気だからね、こちらの方でのんびりさせたいと思います。Thank you.
の真上を通る飛行機が落ちてるかもしれない。この辺り。いいサービスだね。飛行機のね、真下にね、この船を止めてくれてね、最高のショットが撮れやした。ここは神戸空港だね。フロアと有料フロアがあるんでね、やっぱりせっかく来たからね、有料フロアの方で楽しんでいきたいと思います。はい、当日券のね、券売機があるそうなんで、2階フロアの入場券と、あと屋上までの入場券2つある、1200円。ここかな、はい、はい、屋上にやってきました。108メートルの景色、こんなになってんだね。ね、あの船に乗ってね、クルージングを楽しんできた。これは北の方になるのかな。六甲山ってこんなに近いんだね。ここが東に当たるところかな。北の異人館、萌木の館がある方なんですね。帰りはなんと階段で降りるんだって。結構急な階段。これはなんだ。なんか動くんじゃないかな。はい。なんだこれは。何、お化け屋敷か、ここは。なんだよこれよ。やってみる。もう一丁。3階がカフェになってるようだ。はい、2階フロアまで歩いて降りてきた。最後はお土産屋さんかな。いらない。
この辺がね、多分無料フロアだから、ここでも十分楽しめるね。展望まで行かなくてもこの景色でちょうどいいかもしれない。1階なのかな、1階なのかな。ギャラリーになってんね。うわ、下が見える。バン。はい、おしまいかな。以上、神戸ポートタワーでした。とそんでね、神戸といえば洋食の文化が栄えてるとこだからね、一つ洋食でも食っておかないとね。ちょっと人気店だからね、混んでるようだったらやめるか。とりあえず人気店に行ってみよう。プレスリー吹いてやってきたが、やってないパターンかもしれない。できたのが人気店の洋食富士。本日営業しております。シャッターが壊れてるから裏口から入れって。あ、なかなかいいメニューだね。まさかの並んでる。洋食の富士行ってきました。40分待ってね、食べた甲斐があったね。オムライスはね、本当に昔の味って感じでね、とっても食べやすくて美味しいしね、デミがものすごい量入ってるからね、甘くて美味しいデミたくさん食べたい方はぜひね、こちらの方いらしてみてはいかがでしょうか。ハンバーグもね、肉汁がねたっぷり出てきてね、今考えてもね、よだれが出る。もう2時回っちゃったんでね、いい時間だね。昨日風呂入ってないからね、こっから30キロ離れたところに珍しい炭酸泉が出る温泉があるって言うんでね、こちらの方行ってみたいと思います。神戸でね、3つほど行きたいところがあったが、ハーブ園ってこんな暑いのにハーブなんか咲いてるわけねえしな。あとはオスの滝、メスの滝っていう滝を見に行く予定であったが、見ても見なくてもいいんでね、今日は温泉を優先させたいと思います。西日本で初めてなんだってよ、このアンパンマンミュージアムっていうのはね。アンパンマンに興味なしと。歌は好きだけどね。何のために生まれて、何をして喜ぶ、答えられないなんて、そんなのは嫌だ。はい、これが兵庫県庁の1号館。その先に2号館。ちょっと街路樹で見えづらいが、これが3号館。斉藤知事の姿はいない。あ、これね、思い出した。右に行くと三宮とか生田神社があるところだね。で、これも左に曲がるから北の異人館街の方に行くんだな。甲山の麓にあるんだね、新神戸駅って。ほら、これが JR 新神戸駅なんて。上はもう六甲山の麓だもんね。まあなんだかんだ神戸もね、20ぐらい観光して回ったからね、だいたい主だった観光はほとんど回ったと思う。神戸といえば夜景だけどね、夜景以外はね、ほとんど回ったぞ。 JR の新神戸駅からね、まだ10分も経ってないのにね、こんな山奥になっちゃうんだよ。ずっと山の中、スーパーどころかコンビニもない。俺の油はどうするんだ。兵庫県の横川町、横川町、この温泉だけに入りに来たのだが、何にもなさそうな村だね、こりゃ。華やかすぎる神戸市とね、比べるとね、ちょっと物足りねえかな。炭酸の温泉がなかったら決して訪れることはなかったよね、この横川町にはね。まずは俺の燃料を買っていこう。仕方ない、セブンイレブンだ。
はい、約1時間ちょっとかかってねやってきた横川温泉っていうね、ヨカタンっていうお風呂、貴重なね炭酸泉ということで炭酸泉を楽しんでいきたいと思います。いうお風呂入ってきました。炭酸ガス成分を含むね炭酸ガスがね鼻についちゃってね気持ち悪くなる人もいるらしい。少し緑がかったねめちゃくちゃしょっぱい温泉、なかなかいい温泉だったね。水風呂も16度ぐらいあったんじゃねえかな。冷たくてねとっても気持ちよかった。が空がやばいことになっている。地域のね、道の駅に泊まろうと思っていたが、うわ雷鳴ってる、やばいやばいやばい。残念ながらあっちのね、海の方がね明るくなってるんで、向こうの方に10キロ離れて、ね、道の駅があるんで、そちらお世話になりたいと思います。うわ雷鳴ってる、ゴロ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 鳴ってるから、今の時代ね、どんなゲリラ豪雨があるかわからないから、水害を避けてねなるだけ明るい方に逃げられるんであれば逃げちゃった方が得策だ。めちゃは時間があるからね、なので臨機応変に変化させていかないとね。すごい雷鳴ってる。うん、温泉はねめちゃくちゃ良かったけど、もう一度来るかっていうと、この温泉のためだけには来たくないかなって評価です。だけど前の車が遅い。道路の向こう側、海の方向きまで空が明るくなってるから、ここからどうしても抜け出したいのだが、5日ぶりになるのかな。今日もね道の駅大御っていうところでねゆっくりさせてもらおうと思っております。いつもご視聴ありがとうございます。神戸から失礼いたしたいと思います。それでは皆様、バイなら。